銀行の裏口のドアを開けて銀行の中に入り込んだ。銀行の中に入って鉄の重い四角形の黒い硬い扉を開けてその中に一歩踏み込んだ。男の人は陽気に高笑い。男の人は陽気に高笑い。笑い声がコンクリートの部屋の中を満たしている。裏口のドアを開けてその部屋の中に入り込んだ。上がり込んだ。畳が張ってあった。4枚の畳、4畳の部屋の中、その部屋の中で大きな声で高笑いをする男。そのドアを開けてまた一歩踏み出した。新しい鉄のドア、黒いドアの中にまた男の人が一歩足を踏み入れる。で、中に入ってそのもっとさっきより小さなコンクリートの部屋の中で大きな声でいびきをかいて眠る小人。7人の小人、7人の小人、その小人たちがこの額の中で7人で共同生活をしている。で、その部屋の中で家賃がどうの、飯を買ってくるのは君じゃないか、家賃がどうの、飯を買ってくるのは君じゃないか、家賃がどうの、飯を買ってくるのは君じゃないか、家賃がどうの、飯を買ってくるのは君じゃないか。一枚の額の中で七人の小人たちが共同生活。ペンシルバニア州からやってきたジョージ。ジョージはピンク色の帽子をかぶっている。
もちろん血のるチョコ顔が黒いペンシーディラニバリアニャワニバリアニラニラニャンバリラニラシュからの資格もちろんあだ名はアポロ昔その昔の話アポロは当然のように月に行った月に到着してアポロはその広大な月面に感動したアポロ開いている穴はこれは何シンディこれはこれがクレーターって言うんだそうなんですかシンディその反応はないだろう何日もかけてこの月面までやってきたんだもうちょっとねぎらってくれたっていいじゃないかジョージそんなうまくはいかないのジョージが求めている言葉ジョージが求めている言葉は私の心の中にはないの当たり前だよ君の心の中にあるなって思っていないさ到底にだったらいいわジョージジョージの心と私の心は違うのちょっぴり似ているけれどもちょっと違うのジョージ大きな声を出さないでここは月面月面に声が跳ね返るくれたこのボコボコしたものの中で